皆さん、こんにちは。皆さんはどれぐらいインターネットを使いますか？インターネットでどんなサイトをよく見ますか？いろいろなサイトがあるけど、私はよく Facebook を見ます。私は10分に8回ぐらい Facebook を見ます。ですから、今日私はFacebook について話します。それから Facebook のいいことと良くないことを話します。今、世界で Facebook は一番有名なネットワーキングサイトです。Facebook は一番人気のあるサイトです。全部で2億5000万人ぐらいの人が Facebook を使っています。私のデータでは大学生の 70% が毎日 Facebook をしています。そしてたくさんの写真もあります。日本語版もあります。Facebook を使っていろいろなことができます。例えば私はゴシップが好きなので毎日友達のアップデートを読みます。それから好きな人のページを見ます。好きな人の写真を見てコメントをします。Facebook ではたくさんのゲームができます。いろいろなクイズもあります。ゲームやクイズは面白くて楽しいです。私はいつもクイズをします。皆さんもクイズが好きですか？他に Facebook はいいネットワーキングサイトです。毎日たくさんの人と友達になれます。Facebook をするのは面白くて、Facebook をするのは面白いですが、良くないこともあります。皆さんはどのぐらい Facebook をしますか？私は毎日平均3時間ぐらい Facebook を見ます。いつも宿題をする前に Facebook をするので遅く寝ます。それから遅く起きるので授業に行くのも遅いです。時々授業で寝てしまいます。Facebook にはいいことも良くないこともあります。でも私は Facebook が大好きです。毎日使いますか？勉強するのが一番大切です。Facebook ではいろいろなことができますが、上手に使ってください。皆さん、私と Facebook のお友達になりませんか？スピーチの後で話しましょう。